ペペ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 誰が喜ぶねんこのシリーズ。はい、ということで今日もやっていきましょう。毎週土曜日更新ですが、ちょっと遅れるかもしれないですね。日曜日に公開になってるかもしれない。そんな、リクエストは風来の試練でございます。私はこれ毎週このオープニングをね聞いてるんですけど、このオープニングのこの音、ドゥルテテレテテンっていう音、もうね洗脳ソングですよねこれね。早くももう1年この曲を聴いておりますのでね、私の中ではもう洗脳ソングという位置づけなんですよね。今日もこの収録始まる前にね、なんか知らんけど急に全力で歌い出しましたよ、このオープニング曲をね。なんでなんでしょうね。なんか知らんけど、もう洗脳ソングです。気をつけてください、皆さん。ね、急に洗濯物を干していたりとかしたら、ペレペペレペペンって言ってるかもしれないです。気をつけてくださいね。じゃあやっていきましょう。黄金の間1回。前回続きからやります。さあ、黄金の間来たので、とりあえず、欲しいものは、出てくるアイテムももう限られてるんですよね。この開かずの間の浅い階層での黄金の間って。必中の剣か、ガマラの盾か、紙一重の腕輪か、受け流しの腕輪、さらに天の恵みの巻物、地の恵みの巻物、プラスギターなんですよね。まあ言えば7種類で、欲しいので言えば、まあ必中の剣は1個欲しいです。うん、このドラゴンキラーに1個つけたいんですよね。必中ね、必ず当たる、これは1個入れておきたい。うん、ミスしないっていうのはでかいですから、確実に一発当てたら、2ターン倒せるんやったら2ターンで確実に倒せますから、できるね。うん、ミスしちゃったら3ターンかかっちゃうかもしれない。なんか必中の剣は1個入れたいので、まあ、必中の剣1個手に入れればもうそれでいいので、それ以外で言うともう天の恵み、地の恵みだけですね。なので、幸い丸次郎父を連れていますので、敵と遭遇したら、丸次郎父の力で何かその6分の1何かを出してもらうと、7分の1か、うん、7分の1で何かを出してもらう、そんな感じで、黄金の間攻略していきたいですね。さあ早速巻物を落としたので、これがなんだ、はい、あ、これまだ分かってない、識別されていない巻物が出てきましたよ。あれか、マルチロをこかしたら何、あれか、それ以外のものも来るんか、わかんないですけど読みましょう。あ、地の恵みでした。はい、まあ、地の恵み識別されてなかったんでね、うん、ドラゴンシールドプラス74だ。特に欲しいのは地の恵みですね。必中の剣と地の恵みが特に欲しいです。さあ高額ギターも出てきましたが、まあ、そこそこ持ってるのも高額ですね。じゃあ拾いましょう、読みましょう。さあこれでドラゴンシールドも着々と数値が上がってきますね。はい、来ました、必中の剣、これも、合成させたいのでこの辺にでも入れておきましょうかね。ガラの盾はもういらんからいいか、もうあの装備掛けにもかけてあるし、もういらないかな。 OK、 血の恵みまた出ました。さあどんどんドラゴンシールドが強化されていきます。ありがたいことですね。お、また血の恵みです。さあいいですよ。さあ
ドラゴンシールド78。さあ79。さあドラゴンシールドプラス80。大台にまた一つ乗りましたね。立てなくなってるやん。これ間違えたか。モンスターのやつ使っちゃったんか。大兜しかないな。あー順調に上げてたのね。盾をなくしてしまった。ガマラの盾やろうと思ってモンスターのやつ踏んでもうたな。無駄なことした。やたら敵のダメージ受けるなと思ったら、こんなとこで盾をなくすか。これでこれ川の盾の要素ついてないからすぐお腹すくね。やばいな、あんま長いできなくなった。これはちょっとゾーンがなんかレベルアップしてるっぽいぞ。あお。あ、錆びんのね。そうだね、錆びるよね。レベルアップしたやつかな。ドラゴンソーでも飲むか。あ、やばいな。わあ死んだ。盾がないのはでかい。雑草になってもうたな。もう2個目ですわ。あと2つ。復活の草あと2つですわ。ちょっと盾を失ったんでかいな。どうせここに出てくる盾はガバの盾しかないから、それやったらどうせならモンスターに変えてまおうって思ったん。それが大きな間違いやったな。自分が剣豪に弾き出されてたことを忘れてしまってた。よし、これで普通の刀プラス2がね、天の恵みの巻物を使ってプラス18まで上げたという状況になりました。大兜の盾プラス1も、合計最終的にはプラス6まで上げましたね。
はい、ということでございます。まだちょっと心もとないけどね、防具がそれっつうのはね。ただこのまま敵を探し回るのもお腹空いちゃうので早めに開けちゃいましょう。会心の矢か。会心の矢ですか。ちょっとあんま大したもんでんかったな。もう鉄の矢なくなった時用にまあ置いとくけど、あまり大したものじゃなかったね。もうどんどん上がってった方がいいかどうするかやな。ドゥバ11歳。マジか、もうすぐ中学生やな。もう中ですわ。そんなドゥバを経て降りましょう。さあ12階。この色の床ってことはそろそろゴーストが出だす、じゃあゴーストちゃうわ、ドラゴンが出だすってことかな。なんか寝てるやつがいたりしますが、赤い草飲むといい拡張。このタイミングはありがたいね。やっぱお腹の減りが早いな。やっぱマルチロでおにぎり出さんとこれ30回までいかれんぞ、この調子やと。お腹の減りの速さから考えると。13階。まあこれモンスターハウスやな。まあ透明も来るか。回復の杖、回復の杖いらんか。あぶねえ、いやさんやめて。いやさん強い。いやさん強。いやさん急激な強さやな。こんなところから居合の恐怖と戦わなあかんのか。開かずの間穴どれへんな。これがちゃんとしたドラゴンシールド持ってたらまだ耐えれたかもしれんけど、これはしんどいな。早めに上がった方がいいわ。モンスターハウスにはいかんとこ。何のモンスターハウスか気になるところやけど、早めに上がったほうがいい。これ居合の恐怖と常に戦わなか。分身はちょっと予備に置いとこう。正常聖域じゃないやつだよね。これ何かに使えるんじゃなかったっけ。なんかの武器合成に使えるかなんかあったような気がする。ガゼル強行。強いんや。2発で倒さる。こんだけ強力な武器持ってても2回叩かな。めっちゃ経験値もらえるわ。来たぞ。ベンベルス。レベルも上げてかなあかんもんね。レベルも上げなあかんし、おにぎりも出さなあかんしなるべく武器も強化しなあかんし、忙しいわ。うわ、メンベルスがベルトーベンだった。降りるかどんどん行こう。さあ15階。
敵は少なめ。居合さんが来たな。通路は嫌だ。居合さんの場合通路嫌なんだよね。いや2発か。居合は2発。スカルドラゴンも1発か。ただあのスカイドラゴンやったっけ、あいつが来だすと厳しいんだよね。遠距離攻撃できちゃうから。そしてこっちは防御力が高くないからきつくなんのよ。はい、ガゼルも2発。居合とガゼルは2発ね。あ、毒矢が。そうだ、鱗の盾も効果もついてないからまともに食らうんだ。音と原石。スカルトラゴンの攻撃当てない、当たらない。力の腕輪がなくなった。出しましょう。はい、装備。メッキか。これとりあえず大兜にメッキ使うかもったいないけど今頼りになるのはこれしかないからさ。今頼りになる盾はこれしかないから。はい、大兜にメッキされました。これで錆びないです。とりあえず大兜の盾が錆びなくなりました。わお、地雷。あ、もう力の腕輪に、もう力の腕輪が響きました。あ、落とし穴、危なかった。いや、まあ落とし穴でもいいんだけど、降りるかも。じゃあ落とし穴でいいか、降りよう。はい、16階。なかなかお店来ないね。こんだけ金持ってんねんから、お店でなんか買いたいのに。こんだけ持ったら何でも買えるでっていう状態やのに。全然階段の位置が予測できないですね。お、薬草ありがたい。さあ、2ポイントあげましょう。これ何？識別。識別の道具はありがたい。ここに置いたら識別されるんやったっけ？必中の剣。はい。お、必中の剣プラス3だった。じゃあまだ識別されてないの、ここ置いとこう。はい。これは普通の必中の剣ですよ。アイアンヘッドの頭。おお、アイアンヘッドの頭3でした。か、あとは別にやってもやらなくてもやな。識別してもしなくてもや。ああ、一応この辺もやっとこうか。はい、紙一重。これは受け流し。ちなみになったけど、受け流しと紙一重ってどういう効果やったの？モンスターからの攻撃を受け流して自分の周り8マスにいる他のモンスターへダメージを伝える。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、紙一重は？モンスターの攻撃をかわす確率が上がる。おー、なるほど。ドラゴンには効果はないけど、かわせると。そういう腕はね。お店なし。
やべえな。シンプルドラゴン飽きとる。シンプルドラゴンなやつ飽きとる。お、まずそうなおにぎりかよ。まずそうなおにぎりをうまそうに変えてくれる装置を発明してほしい。誰かに。スーパーゲイザーもさっさと壊しておこう。さっさともう懲らしめておこう。痛いやん。42ポイントまたある。わ、そんな食らう。きっつきっついな。やばい。あ、死んだ。はいや。なんなあいつの石の強さ。石ってそんな痛い。あ、攻撃量えげつないなこいつ。デブーチョってやばいな、あいつ。やばいな。もっと持ってこればよかったわ。復活の草もっと持ってこればよかった。来たぞ、デブートン。さっさと降りよう。10ダメージプラス円筒がついている。これやべえな。この空間やばし。もう大してアイテム落ちてないから、もうさっさと階段を探そう。黄金の前やったらね、マップの下の方っていうのが分かりやすいからいいんだけど。あ、これ普通のおにぎりや。まあ、そのおにぎりは投げておき。まだ食べなくていいんか。じゃあおにぎりの壺の中に入れておこう。じゃあ降ります。ここも普通な感じやな。装備外しを踏んでしまう。海竜が凍える息を吐いておりますよ。近くにおるってこと。石はデビルカンガルーに当たってます。他に陶石の道具がいるっぽいね。鉄砲馬がキングタツ、落としゴン、キング落としゴンになったそうです。ちょっと慎重に歩いていこう。走らずね、走らず慎重に。これがキングオートショー。なるほど、そういう効果があるわけね。キングオートショーっていうのはメッキしといてよかったわ。すんげーうっとしいわキングオートショーすんげーうっとしいわ。その代わり、あ、来た。インが一つ削られた。シンプルに防御取られてるの方がしんどいね。インが減ったよりもインが減ったよりも防具取られた方がつらいって。どこやろな、どこやろ。階段、音切りそう。ちょっと回復してから使おう。はい、さあこれで165。やばそうな竜がおるぞ。あ、こっちにもやばそうな竜が。逃げよう。とりあえず逃げよう。ちょっと階段どこよ。全然階段出んやん。石投げられるし、ここ。あ、やった。アイテムだけ取るか。
んどばかよんどばかよ、結局うんどばかよ。ブチギレです。さあようやく20回まで来た。ただ開幕モンスターハウスみたいなノリ、開幕モンスターハウスのノリですやんこれ。あ、ただ身代わりの土偶かなんかがあるからすぐには攻撃してこないなこれ。うん、オッケーオッケー、身代わりちょっとありがたい。アークドラゴンはやっぱ一発じゃ無理か。プチフェニックスが来てプチパニックスなんですけど、違う違う、思ってた動きじゃない。あ、プチパニックス。プチフェニックスでマジプチパニックス。プチフェニックスさ倒した、アークドラゴンも倒した。身代わりのおかげでこれ本当に。あーでも早速階段あるな、もうこのまま行こうか、降りよう。さあ21階です。20階を速攻ですっ飛ばして21階でございます。土砂降り坊主は強い。やばそうなやついっぱいやな。ナシャーガとかいうやつも来たで。もうこんな経験値もらってもレベル上がらんねん。で絶対モンスターハウスあるやんこれ。モンスターハウスの前に階段があることを願うしかない。さあレベルは上がりました。マルジロ父、力の腕は壊され。さあもう力チートは使えなくなりましたね。ではもう一個使えるから、受け流しでもつけときゃいいんかな。敵に囲まれないと意味がないけどね。さあギャンブラー倒す。まあこれもうモンスターハウス行かざるを得ないか。もうすでに炎のダメージを食らってるんですけど、やばいんですけど、あいつやばいんですけど。やばい、ホーミングがやばい。ホーミングがきつい。届くのこの距離、マジか。あいつなんなん、切りそうが2個しかないんだけど。こっち、どうしたらこれ、どうしたらいいね。この状況どうしたらいいね。鈍速乗り移り、分身か。分身で攻撃を拡散させよう。そしたらあいつも火を吹けない。もう消えた、もう消えた。早い、消えんの早い。ちょっとこれどうしましょう。もうあと復活の草1個しかないしね。回復の杖自分に使えたいんやけど。青城の巻物とは何？あ、今落ちてるアイテムが動き出すか。分身もう一個あるけどね。いや早いな。きつい。音切りそう。早いなあ、あいつ。どんだけ、毎ターンぐらい入っとるやんけ。よし、ここで戦おう。さあ、レベルアップしてるぞ。炎も吐くし、投げてくるし。
その状況で、まあ、いっか普通に攻撃していこう。なぜか斜め入力入っていた。ギタンが保存の壺、それは構わん。あーやばいな、あー死ぬな、これ死んだモンスターハウスキッズ。いやターン数が多いねんな。また炎やで、ホーミングな。お金がどんどん入ってくのよ。投げつけて苦しい。また斜め入力入っていたし。あ、マーモが死んだ。マジか。あ、こっちも死んだ。はい、倒されました。ゲームオーバーですわ。死んだか。死んだから持ち物はドラゴンキラーだけ。いやーきついね。あれでもドラゴンキラーだけってことはあれか、俺大兜の盾装備してなかったのか。どういうこっちゃなんかようわからんけど。ということで、まあどうするかっつうと、まあ一旦中断しますわね。で、ここら日記を消しますわね。一応これ残しておこうか。こっち消そうか。はい。で、高麗日記を移す。コントローラーパックから移すんかな。パックの日記を移す。で、これを高麗日記に移す。はい。持っているギターとかはなくなるけど、持ってた保存の壺とかもなくなっちゃうけど、とりあえず武器は預けた状態になってます。まあ何も持ってないのは仕方がない。そこら辺がなくなるのはしゃあない。何も持ってない。え、マーモに預けたものすらなくなるの？なんていうか武器はどこ行った？あれおかしいな。あれ？ちょっと中断中断。武器がないんだけど。またなんかやらかしてる？98時間のやつでしょ？もう一回消そう。ん？こっち？なんで武器も消えんの？え？倉庫自体に預けないと意味ないの？これ。あれ？どういうことこれ？
また武器なくなるのこれ。わしの武器は毎回消えんのかこれ。ムミューで起きるところが始まる。持っていたアイテムとギタンは最後に、持っていたアイテムとギタン、最後に倉庫に預けたアイテムはなくなる。お？一番最後にじゃあ僕はあれか、剣を預けたんか。え、そういうパターンもあんの？そういう消え方もあんの？それは知らんかったんやけど、最後に預けたものまで消えるというのは知らんかったんやけど。ってことは最後に剣を預けたってことでしょうねこれ。なんじゃいなそれ。剣ないもんね。ないんだよ、俺預けてるはずのドラゴンシールドプラス99が。おーオーマイガーやな。え、ってかドラゴンシールドプラス93でしょ。増減の盾プラス何本もないんだよ。ここに置いてた最強の武器とか消えちゃうのこれ。一回ムミューで寝ないとセーブされないってこと？預けた状態で。なんなんでしょう、よくわかんないね。中断じゃダメってことかな。ここに武器を置いた状態で一回ムミューで寝なあかんのかな。わかんないな。風来の真実はようわかんないわ。ってことは、まあどっちみちまたこれをこの記録やったとしても武器は持ってないっていう状態になっちゃうから、まあこれ一旦置いといて、やっぱこっちでやらなあかんね。こっちでやるしかないわ。ドラゴンキラー99しかないけど、この記録でやるしかないんだ。で、マーモに預けてた壺類も全部なくなるけど、その代わり象牙の盾だけ残ってんのかな。あー、これでやるしかないんだね。象牙の盾プラス70だけは残ってます。マジかよー、マジかよー。まあこれでやるしかないか。これでいきましょうか。うん、ちょっとコメントで教えていただけるとありがたいです。あのコントラパックの保存の仕方、うん、ちゃんと武器と盾をコントラパックに保存する方法を教えてほしいです。どうしたら保存できますか。もうこの武器はなくせないんで、うん、全ロスしましたが、とりあえずこの武器だけはなくせないので、このまま続けるしかなさそうですね。はい、ということで、とりあえずね、もう腕輪がないんじゃないかな。そうかね、力の腕輪しかないね。投資の腕輪もなくなったから、次回は居合さん連れて主典三道上級で投資の腕輪を多めに手に入れて、でこのドラゴンキラーに何かつけよう。あ、そっか、必中の剣も消えたんか。必ず当たる入れたいのに。まあそれも諦めて、なんかの印をつけましょう。うん、上級でなんかの印をつけた上で再び開かずの巻いてみましょう。絶対行ったと思ったけどね、今回絶対行けるやろうと。
今回こそ30回いけるはずって思ったの。まさか盾をなくして、さらにそのままゲームオーバーになるとはね、思いませんでした。うん。ということで、とりあえず今日は疲れたんでここまでしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。ネタのゲームインザボックス。ご視聴ありがとうございました。また来週。